札幌市のオンブズマン制度で、今日から市民の苦情などを受け付ける相談業務が始まりました。オンブズマンは、市民から寄せられた苦情の処理や行政の監視を通じて意見勧告や表明を行う制度で、札幌市には道内では道に次いで2番目に導入されました。札幌市役所近くのオンブズマン室では、今日から実際に市民からの苦情などを受け付ける相談業務が始まり、早速市民が訪れて相談内容を説明していました。市民団体の声を全く聞かずに、市民の側に立った目で見ると、今までやってきたことに流されないでやるということになろうと思いますけど、相談したい場合は市役所や区役所などで配布される申し立て書に相談の内容を記入して、直接持参するか、郵送やファックス、または札幌市のホームページから E メールで送る方法があるということです。